漢学五重奏のための唐の商品というのがありますが、この2つの作品についてリゲティは次のように述べています。もし1953年の6つのバガテルと1968年の唐の商品、この2つを比較すると音楽的な言葉の不気味なほどの違いが直ちに明白となる。私は少年時代を第二次大戦後の音楽的な発展から全く孤立してしまっているブダペストで過ごした。音楽的な走順は一面はバルトークへ、多面はストラビンスキーへと定義づけられていた。6つのバガテルの第1曲はストラビンスキー風であり、そして第5曲はバルトークに寄せる思いが注意を引く。それにもかかわらず、私は1950年からすべての伝統的な形式から解き放たれようと試みた。1956年頃に私はやっとオーケストラ作品アパリシオンで私の個性的な音楽の言葉に達したのである。管楽五重奏のための6つのバガテルは全く大変に古いものであり、今の私には全くいかにも有史以前のものに思えると作曲者が述べているように、大きな変化を遂げる以前の作品として非常に興味があると思います。それではリゲティの管楽五重奏のための6つのバガテルをお聴きいただきましょう。
Thank you.
Das waren 6 Bagatellen von György Ligeti. György Ligeti 作曲、管楽五重奏のための6つのバガテル、作品56の第2をお聴きいただきました。ウィンフィルの若手メンバーによる2つのハンガリーの音楽を聴いたわけですが、